何を恐れているのか中国政府。今、台湾南部に展開している。米原子力空母セオドア・ルーズベルトへの威嚇行為が行われた。その時セオドア・ルーズベルト空母に何が起きているのか。詳しく見ていきます。中国も台湾と尖閣を同時に仕掛けてくるかもしれません。その時では手遅れになります。もう現実問題待った、なし状態です。大陸の中国が台湾に向けた軍事的なしい行為を繰り返すのは、もはやあるし、聞き慣れ見慣れた行動かもしれないが、2021年に入り、その姿勢はさらに、激しくなっているように映る。1月23日、24日の両日にわたって、中国軍の戦闘機や爆撃機などが台湾の、防空識別圏への侵入飛行を繰り返しており、これは政権交代を迎えた。アメリカの出方を伺うものとも言われている。折しもアメリカ海軍の大型原子力航空母艦のセオドア・ルーズベルトがフィリピン方面から台湾の南方沖にあたる南シナ海へ向けて航行しており、これを威嚇する意味もあったようだ。今回確認されたのは、中国軍の J16 や SU-30 などの複数の戦闘機や、H6 爆撃機、Y8 戦勝回帰などだが、かつて、1995年から翌年の、第3次台湾海峡危機で引き下がった中国の姿がもうない。その当時であれば、アメリカの大型原子力航空母艦の中国への接近に、なすすべがなかった中国だが、今や J16 や SU-30 などの戦闘機には様々な、空対艦巡航ミサイルを実装しており、自信を深めているかのようだ。そのため、今回中国軍は、セオドア・ルーズベルトを標的と定めて、前述の戦闘機や爆撃機からの空対艦ミサイルによる飽和攻撃をシミュレーションしたとの見方も出てきている。無論、セオドア・ルーズベルト側でも常時哨戒活動は継続しており、不測の事態に備えて複数の艦載機が警戒に従事した模様だが、従来のような存在するだけでの威圧感は低下したのは事実だろう。こうした現場での中国軍の行動と呼応して、中国国防省の報道官は、1月28日に行われた記者会見で、台湾の独立を唱える勢力とは戦争も、辞さない旨の発言を行い、強硬姿勢を貫こうとしていることが見て取れた。香港に約束していたはずの一国二制度を法具にし、事実上、中国共産党の直の支配下に吸収した中国は、そもそも自国領の一部だと唱える台湾に対して、何の遠慮もいらぬとばかりに振る舞い出した。人口約2400万人の台湾と約14億人を要する中国とでは、仮に中国が台湾を併合しようとしたところで、経済的な規模や資源といった分野では実質的にあまり利点がないと映るかもしれない。しかし、政治的には正当な中国の祖国統一という大目標を達成することになり、第二次世界大戦以後の2つの中国に追従支付を打つことで、中国国内の求心力の拡大に大きく寄与するものと言える。そして、また軍事的には、南シナ海や東シナ海に続き、
西太平洋から太平洋全域を視野に入れた勢力圏の拡大が予想され、アメリカに抑えられている。同海域への積極的な進出が加速する恐れがある。2020年11月のアメリカ大統領選挙においては、トランプが中国との対決姿勢を明確に打ち出していたのと比べれば、下馬評でのバイデンは、中国寄りな人物との見方が大勢を占めていた。アメリカ大統領となったバイデンは、1月23日に声明を出し、そこでは、現在の台湾政権への支持と中国が行うし、異行為に関してこれを牽制する姿勢を示し、トランプ路線の継承が感じられた。ここまで中国があからさまな台湾への圧力を強めてきたのは、遡れば実は、昨年2020年の9月以降からだったのではないかと、中国軍機の台湾の防空識別圏への侵入の様子からは感じられる。大陸の中国と台湾は、約 100km ほどの幅の台湾海峡を隔てているが、中国共産党との国境内戦に敗れた台湾へ逃れた蒋介石の国民党政府は、台湾海峡のほぼ中央に中間線を設定した。この中間線は、おおよそ国際的な取り決めなどに準拠したものではないが、台湾が中国軍の侵入を攻撃だと見さすか否かの判断にこれまで用いられてきており、台湾側が引いた防衛線といえる。これを超えて中国軍が台湾側に侵入する場合、それを台湾側は迎撃するといういわば目印であり、2020年9月までは中国軍もそこを踏まえて、あえてそうした行動は控えていた状態だった。それが2020年9月18日に、ほぼ50年ぶりに中国軍の航空機8機が中間線を越えて台湾側に侵入、翌19日にも19機が侵入するなど、一気に行動をエスカレートさせたのだ。同時期に中国軍は東シナ海、南シナ海、黄海、渤海の4海域でも大規模な軍事演習を挙行し、台湾のみならず周辺国への威圧をこれまで以上に強硬に行っており、日本でも大きく報じられた。中国がこれまでより一段とギアを上げて台湾と対峙しだした背景には、台湾を攻撃し占領するために大規模な上陸作戦を敢行する能力を急速に整えつつある点もあるのかもしれない。2020年8月にテスト公開したばかりの075型強襲揚陸艦が、すでに3番艦も2021年1月に進水したと報じられ、さらに追加で5隻の建造と次級の強襲揚陸艦の構想も進められている状態にあるからだ。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。ついに動き出したリチウムイオン電池との組み合わせ潜水艦。そう、夕方潜水艦11番艦オウリュウだ。静粛性でも群を抜いてトップとなる。もちろん理解できるだろうが、電気とモーターで音はほとんどでないとされる。いよいよオウリュウ潜水艦が海上自衛隊に引き渡された。2020年3月5日のことだ。これで5基地に向かいつつ訓練を繰り返し、潜水艦自体も鳴らしていく。この時、リチウムイオン電池の威力を知ることになる。潜航時、静止状態では音は出ないだろう。今までの潜水艦よりも一段と静かになる。もう一ついざという時のハイパワーを一気に使うこともできる。それがリチウムイオン電池の特徴となる。まだ日本だけが採用しているこの AIP 機関だが、周辺国でも検討には行っている、いる状況。台湾へも提供などいろんな情報が流れている。台湾にはぜひ、米国の力を借りて、一刻も早く潜水艦を建造してほしいものだ。豪州についてはまだまだ進んでいない。その進まない豪州へ提供できただろう非凡だが、最後の最後で、普通を選んだ豪州には、今後進まない事態へと発展。こんなはずではと後悔か。少し説明していこう。フランスがオーストラリアの原子力潜水艦の建造国に選定されたのが2016年のことでした。この選定には日本、ドイツ、フランスが参加していましたが、日本とドイツが敗れ、フランスが選ばれたのです。しかし、それから丸3年、未だに完成していないとは、びっくりしますよね。よほど高性能な潜水艦なので製造に、時間がかかっているのとも思われますが、本当はどうなのでしょう？フランスも、これほど時間がかかるとは予想もしていなかったのでしょう。自分たちの技術力を過信していたとは思えませんが。しかし、この原子力潜水艦が完成しないと一般的な通常動力型潜水艦も作れないということが大変なネックになっているのです。というのは、フランスが作る予定の原子力潜水艦の駆動部分を通常動力型の潜水艦に変更するという提案でオーストラリアからの購入を決定したからです。前提となる原子力潜水艦がまだ建造中ということであれば、オーストラリアの潜水艦は後回しになってしまいますよね。A を作り、その A を利用して B を作るという条件なのに、A をまだ作っているはずです途中という事態が発生したということでしょう。フランスもなんだかなと思いますが、もう一方のドイツも凋落が著しいようです。軍事用とはいえ、あの時代に今もバンバン使用しているアウトバーンを建設し、数多くの優良自動車産業を生み出したドイツには、現在稼働している潜水艦は一隻もありません。ヨーロッパ一と言われた工業国なのに、一体どうしたことか、と感じてしまいます。隣国であり、歴史的にも対立、友好関係を繰り返してきたドイツとフランスですが、両方とも何をやってるんだろう？と、他人事ながら歯がゆい気もします。フランスが沈黙し、ドイツが下降していったこの3年ですが、この期間に進化した潜水艦があります。
それが日本の欧流潜水艦です。忘れてはいけません。欧流潜水艦は、そう、流型潜水艦の中でも最新鋭の艦です。通常動力型潜水艦でリチウム電池を搭載した潜水艦で、昔ながらのディーゼルエンジンと混合ハイブリッド潜水艦とでも表現しましょうか。日本の進化をオーストラリアはやきもきしながら見ていることでしょう。もともとオーストラリアは日本からの購入に傾いていたそうですが、政権が変わったこと、貿易額1位の中国が日本からは買うなと横やりを入れたことなどがあってフランスに変えたと言われています。ところがフランスがなかなか進みませんからお手上げ状態です。おまけに要望を聞いてあげたはずの中国がオーストラリア近辺で何やら秘密裏に動いているらしいとの噂もあり焦っているようです。中国の脅威に海底の忍者と称される潜水艦でもって対抗したいのに、膠着状態ではオーストラリアも困り果てていることだろうと推測されます。オーストラリアの次回の選挙で政権が交代すれば、このシナリオにも変化が訪れるかもしれません。とは言っても、フランスとの契約をなしにして、日本と、とは簡単にはいかないでしょう。世界的にどの国も同じですが、フランスも経済的に苦しいはずですから、オーストラリアが契約を破棄すれば、フランスにとっては大きな損失であり、経済的にも大きな打撃となることでしょう。日産、ルノーの問題もありますし、オーストラリアが日本と契約となったら黙ってはいないような気がします。でも、一番の問題は、フランス製の原子力潜水艦が未だに完成していないことなんですけどね。完成していれば、オーストラリアの考えも違っていたでしょう。日本の技術が向上し、そう、流型潜水艦が非常に進化しました。どの国でも、一体どんなものなのかと興味を抱くのは当然のことでしょうし、潜水艦という巨額の投資をするわけですから、いいものを購入したいと思うのは当たり前のことですね。そう、流型潜水艦の中でも、トップクラスの有能さを誇る欧流潜水艦。その登場で防衛形態はガラッと180度変わるとも言われています。原潜並みに海底に潜んで敵を待ち伏せしたり攻撃する戦術も可能とも思われているのです。オーストラリアへの売り込みで中国の横槍以外で日本が落選した理由の一つに、技術の提供はせず、日本で作ったものをそのまま引き渡すということが挙げられました。この点もオーストラリアは納得しなかった点です。やはり、オーストラリアも、将来的には自国で作りたいわけですから、素晴らしい技術を教えない、日本と他の国を天秤にかけて迷ったのは、事実でしょう。たかが潜水艦と言いますが、その潜水艦一隻で防衛力に大きな影響を与えることもあります。オーストラリアは防衛だけでなく攻撃も考えていたのでしょう。だからこそ技術提供を認めたらしいフランスを選びました。しかし、この3年全然進まないのですから、大きな痛手となっているはずです。翻って日本です。近年は潜水艦だけでなく護衛艦に関してもかなりの進化を見せ、様々な国に一歩先んじていると言われています。
自国の防衛力も強めていくことでしょう。こうなったら他国の潜水艦を作っている暇などないと推測されます。オーストラリアもいいところだけを話す国だけでなく、弱点もきちんと話す国とも対話も必要だったのではないかと考えてしまいます。はっきり言って日本の潜水艦は日本だけでしか作れませんということですね。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2020年6月18日、日本の接続水域内、鹿児島県奄美大島の北東で、潜航する外国の潜水艦を発見したというニュースがありました。発見したのは、海上自衛隊の P1 哨戒機や P-3C 哨戒機、護衛艦、加賀、などです。外国の潜水艦が接続水域内を潜ったまま通過するのを確認したのは実に、2年半ぶりのことだったそうです。どの国のものなのか、目的などについて防衛省は、日本側の探知能力に関わるものであるから公表できないとして、何も発言していませんが、政府関係者によると、おそらく中国海軍の潜水艦とではないかという見解があるそうです。ここで、よくニュースに登場する接続水域、について説明しましょう。接続水域とは、その国の領海、領土から22km の外側で、かつ領土から44km の範囲を指しています。その地域から先が排他的経済水域 EEZ エクスクルーシブエコノミックゾーンと呼ばれる水域です。潜水艦が領海を航行する場合には海面まで浮上し国旗を立てなければなりません。つまり領海では潜航は禁止されているのです。領海内では漁業も行われていますから、安全を考えれば存在を明らかにするのは当然ですよね。しかし接続水域内では潜航することが認められているそうです。今回は日本の領海ではなく接続水域ですから、潜航するのは禁止はされていません。とはいえ、領海の鼻っ端をこっそり往来されるというのは、なんとなく不愉快な思いはしますよね。この事態に、海事の元潜水艦艦長である元潜水艦艦長がインタビューに答えてくれました。元潜水艦艦長は、海上自衛隊の元海将で、潜水艦、林尾の艦長などを務めた経験豊富な方です。現在は、
金沢工業大学虎ノ門大学院で教授の職にあります。彼は、この潜水艦は中国籍に違いないでしょう。人間一人一人に、それぞれ指紋があるように、潜水艦にもスクリュー回転音などの、音紋というものがあります。同じ音紋はありませんから、潜水艦の指紋とも言われます。詳細は話せませんが、海上自衛隊は、そういう情報をすべて持っています。つまり、音紋を調べると、潜水艦の名前も国籍も判明するのです。今回の相手、中国は、自分たちが日本の海事に捕捉されているということは、重々わかっていたはずです。それなのに、あえて接続水域を先行するというのは、明らかに意図がありますね。海事の探知能力を試そうと考えていたのでしょう。中国は、習近平主席による独裁体制が確立して以来、愛国心を高揚させるため、軍の主導によって、対外的な強硬策が取られるようになっています。たびたび緊張が走る尖閣諸島での行動もその一つですが、実はこれも去年から動きは始まっていました。こんな風に平時においても様々な動きをして相手と抑止力をぶつけ合ったり、睨み合いをしているというのが現実ですと、話してくれました。ちなみに、中国は、2019年時点で、60隻以上もの潜水艦を保有していると、言われています。さすがは、軍事大国中国と言うべきでしょうか。この数は、日本の保有数を大きく上回っています。前述の元潜水艦艦長は、数だけの比較で見れば、確かに海上自衛隊は、中国に追い越されています。しかし、問題は、潜っている潜水艦を発見する能力の違いです。現在は、アメリカ海軍が世界トップですが、1990年代、平成初期までは、海上自衛隊が世界で一人勝ちのような状態でした。海事は、横須賀基地のアメリカ海軍第7艦隊と一緒に訓練をしていましたから、アメリカに引っ張られるようにして、能力が、アップしていったのです。それにプラスして P3C 哨戒機を100機揃えたことで一気にレベルが向上しました。一例ですが、私は1998年、平成10年にハワイ沖で行われたリム PAC 環太平洋合同演習に日本代表として参加しましたが、潜水艦林をたった一隻でアメリカを含めた艦隊を全滅させることができました。現在、対潜水艦戦技術に関しては、イギリス、フランス、ロシア、中国も、いまいちです。イージス艦の能力とミサイル防衛の能力については、日本とアメリカだけが断トツに優れています。だからこそ、アメリカは、海事に対して、
世界で自分たちと一緒に。やっていけるのは、お前たち、日本だけ、という態度です。アメリカが、日本と強く結びついている状態を、中国海軍、政府が強く、意識しているということでしょうね、とも語ってくれました。これも、防衛省関係のニュースで、よく登場する単語ですが、RIMPAC。RIMPAC、環太平洋合同演習というのは、アメリカ海軍の主催により、ハワイ周辺海域で行われる各国海軍の軍事演習のことです。日本の海上自衛隊は、1980年、昭和55年から参加しました。元潜水艦艦長が参加した1998年のRIMPAC には、日本、アメリカの他に、オーストラリアと韓国も参加しています。では、ここ最近の外国艦艇の行動に関しての発言を紹介します。中国潜水艦の潜航を受けた河野太郎防衛大臣は、自衛隊に緊張感を持って、情報収集にあたり、領海領空の警戒や監視に万全を期すように、指示しました。このような外国との緊張をはらむ関係については、広報戦略の一環として、わざと国内外に知らせることもあるそうです。この活動の課題について、再び、元潜水艦艦長の意見を伺いましょう。元潜水艦艦長は、私は、2001年の同時多発テロ 9.11 前後にワシントンで駐在武官をしていました。当時アメリカではエムベド、記者などが従軍すると言葉があり、戦場に記者を同行し、軍の動きをありのままに見せるということがありました。私は、こういう時代が来たと感動しました。その後、自衛隊の広報室長の職も務めました。しかし、日本のお役所というのは、なかなか固い部分が多くて、記者などの、外部の人間に情報を提供したり、実態を見せるというのを、回避したがるようでしたね、と語ってくれました。つまり、一般国民に国防に関わることを教えるのは難しいというよりも、教えたくないという雰囲気が強いのではないでしょうか。とは言っても、海で働く人たちは、海上自衛隊や海上保安庁の職員だけではありません。漁業関係者のみならず、観光客を、相手の商売をしている人も、たくさんいます。そのような人たちを含めて、多くの人々に、日本が抱える、対外的な課題を知ってもらうことは必要ではないでしょうか。そのためにも、防衛省や国の機関は情報を、広く公開してもらいたいと思うところです。